皆様こんにちは。文化市長の高島でございます。今年もこのようにたくさんの皆様にご参加をいただきまして、盛大に開催できること、心から喜びを申し上げます。皆様には日頃から地域のために大変ご尽力をいただいていることに、改めてこの場をお借りいたしまして、感謝を申し上げたいと思います。この2年間、例えば去年の熊本地震、また九州北部豪雨と大変大きな自然災害が続いていますよね。最近はこういう言い方をします。災害は忘れる前にやってくる、ね、昔は忘れた頃にやってくるって言ってたんですが、本当に毎年毎年大きなその自然の脅威というものを見せつけられている気がいたします。そんな昨今だからこそ、日頃からの備えとして地域の絆づくり、顔の見える関係づくりというものが非常に大事になってまいります。災害を教訓といたしまして、去年の12月には開催をした市民総合防災訓練、これは行政だけが支援を行うということだけではなくてですね、地域の力で避難所を立ち上げて運営ができるようにということで、初めて受援支援ではなく受ける方の受援の訓練をいたしました。また今年の4月からは防災リーダーの養成ということも始めまして、行政と地域、これが一体となって万が一の際にしっかり協力し合える関係づくりということを力を入れて特に今年度も取り組んでいます。また福岡市では市民の皆様に家庭での防災に関する意識を高めていただくために、9月1日から7日の1週間を期間とします備蓄促進ウィークということを開催をいたしました。また設定をいたしました。初めてとなと開催となった今年は、野外での生活、要するに避難を想定をしたですね、そういった活動を実際にやってみようということで、防災キャンプというものを実施をいたしました。また10月にはこれ熊本地震の際に、福岡市の職員もたくさん被災地に避難所の運営に直接携わりながらいろんなことを学んだんですね。例えば避難所の運営の時に大切になってくること、これ例えばみんながたくさんいる体育館の真ん中に支援の物資を置いて、つまり公平な平等な位置に置いてですね、さあどうぞ、こういうふうにすると実は早いもん勝ちになってしまって、例えば高齢の方ですとか、子供を連れたお母さんとかは実はトイレになかなか行けてない、こういう時にはやはり弱者から配慮していくというのが、こういう場合の公平、こうしたことを考える上での大切な配慮である、こういうようないろんな去年の熊本地震をきっかけに教訓を得たんですね。万が一の際にこうしたこと分かればできるわけであって、皆さんと共有したい、そういう思いから女性の視点を生かした防災のハンドブックというものを作りました。これ今お持ちの方も、それからそうでない方もですね、例えばインターネットなどでこれ印刷もできるようになっています。また少しスマートフォンなどを持っている方であれば、電子書籍、これ無料でダウンロードできる電子書籍でも落とすことができますので、ぜひ見てみてください。それからまた今集まっていただいている皆さんはまさに地域のリーダーの皆さんであります。今年7月にはですね、これからのいわゆる少子高齢時代ということを見据えまして、これ多分この80年間でも平均寿命が40年伸びたというぐらい、今寿命がものすごく伸びてきてるんですね。多分人生100年時代というところも、もう本当に、近いうちにやってくるというふうになると思います。納税者とまた支援を、要するに納税者とサービスを受ける側と支える側、支えられる側の多分バランスというのもですから、これから高齢者の数がとても多くなってくるわけですが、そうなったとしても社会が持続可能で輝いていけるために、福岡市では福岡100という新しいプロジェクトを発表いたしました。これ結構世界的にもこういうトータルでのチャレンジをしているところはないと思うんですけれども、これは個人個人の健康づくり、それから地域の力、そして今はテクノロジーとか、こういうようなものをうまくミックスさせる
えばその中には認知症、これは高齢者にとって必ずやはり一緒に訪れるものなんですけれども、この認知症に関するフレンドリーシティ、万が一認知症になったとしても安心して住み続けられる地域、まあ、こうしたことを目指したいろんな取り組みっていうのをパッケージの中に入っていたりということで、これから皆さんと一緒にぜひ進めていきたいと考えているこの福岡100、これから一つ一つまた皆様にもお伝えをしていきますので、ぜひ今日は言葉だけでも覚えて帰っていただければというふうに思います。さて今日のサミットでは各校区ですとか企業などの先進的な取り組みの事例を発表していただきたいというふうに思います。こうした事例を皆様と共有をすることによって、まさに福岡市全体として競争の取り組みが広がっていく、その後押しになれば幸いでございます。今これが始まる前にですね、会長とちょっと楠下会長と今お話をしてたんですけれども、ある企業がですね、地域のためにこういうものを提供していただいたというお話をちょっと裏でしていたんですが、まさにこれからの地域づくりというのは地域の自治を目指した自治協議会がもちろん中心になっていくんですけれども、そこだけでではなくて大学生とか企業とかまた行政も入って、みんなで一緒になって共になって地域づくりをしていこうという競争自治協議会の時代に突入をしたわけですから、こういう取り組み事例、いろんなことを皆さんで発表し合うことによっていいものはどんどん持って帰っていただければというふうに思います。今後とも皆さんと共に住みよい町福岡を作っていきたいと考えておりますので、これからもご指導のほどよろしくお願いをします。今日はよろしくお願いします。はじめに松本滝雄様でございます。それでは松本様、前にお進みください。ありがとうございます。
ました。続きまして篠崎博之様の代理といたしまして、本日お越しいただいております篠崎啓司様、前にお進みください。感謝状、篠崎博之様、あなたは東区自治協議会会長という職責を通じ、福岡市の住民自治の確立と発展に尽力されました。よってここにその功績を称え、感謝の意を表します。平成29年11月30日、福岡市長、高島さん。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、本庄俊夫様、前にお進みください。感謝状、本庄俊夫様、あなたは東区自治協議会会長という職責を通じ、福岡市の住民自治の確立と発展に尽力されました。よってここにその功績を称え、感謝の意を表します。平成29年11月30日、福岡市長、高島さん。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ここでご登壇いただきました皆様がご退席をされます。今一度大きな拍手をお願いいたします。配電事業所様、社団法人九大物性クリニック様、社会福祉法人 KIA 様、医療法人社団成人会小規模多機能施設夫婦岩由衣様、医療法人社団成人会夫婦岩由衣様、セブンイレブン福岡小田部五丁目店様、株式会社大京プラザ様、
新産業株式会社様、公益社団法人福岡医療団たたらリハビリテーション病院様、特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよ風様、社会福祉法人千鳥福祉会特別養護老人ホーム生き生き八田生き生き箱崎様、社会医療法人財団治癒会福岡和次郎病院様、社会福祉法人白人会リハモール福岡様、福岡笹岡郵便局様、福岡総員様、フューネラルハウス菜園若宮西条青葉南西条様、株式会社ベルコ福岡支社様、三笠特殊工業株式会社様、株式会社メモリード様、株式会社桃田工務店様、柳瀬町商店連合会様、株式会社山尾様、以上でございます。本日ステージには代表していただきまして、株式会社メモリード様、セブンイレブン福岡小田部五丁目店様にご登壇いただきます。それでは感謝状をお受けになる方々はステージにお上がりください。これより福岡市長高島総一郎より感謝状の贈呈を行います。高島市長、よろしくお願いいたします。はじめに株式会社メモリード様でございます。感謝状、株式会社メモリード様、あなたは平素から地域活動に積極的に取り組まれ、その活動は地域から喜ばれるとともに共創の街づくりに寄与するものであります。よってここに感謝の意を表します。平成29年11月30日福岡市長、どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きましてセブンイレブン福岡小田部五丁目店様、前にお進みください。感謝状、セブンイレブン福岡小田部五丁目店様、あなたは平素から地域活動に積極的に取り組まれ、その活動は地域から喜ばれるとともに競争の街づくりに寄与するものであります。よってここに感謝の意を表します。平成29年11月30日福岡市長、高島総一郎、どうもありがとうございます。ありがとうございました。それではここで本日ご列席いただいております団体の方々は、恐れ入りますがその場にご起立いただきまして、会場の皆様にもお顔を見せていただけますでしょうか。日頃から自治協議会や自治会、町内会の活動にご理解をいただきまして本当にありがとうございます。